こんにちは、速稼塾の小でございます。メールの方ありがとうございました。返信はね、動画でさせていただきます。私ね、動画をね、一本でも多くこの世の中に残したいと思ってるんですよ。ですんで、できる限りメールへの返信は動画になります。まあ、メールの返信をメールですることもあるんですけどね。はい、今回は動画でございます。今回ね、ご質問いただいてます。あ、名古屋はとっても暑いみたいですね。いや、私の住んでるところもね、今日暑かったですよ。美声っていうね、町に行ってきて、岡山にあるんですけども、星の綺麗な町なんですけどね、そこまで行ってきたらものすごくね、道中も桜がブワーッと咲いてて、多分今日がマックスなんでしょうね、きっといろんなところで。で、その美声ってところにね、いつもあんまり人いないんですけども、今日はワンサが出ていて、私そこでね、お昼ご飯食べようと思ったんですけども、全部売り切れてました。私初めてですよ、あんな田舎の道の駅で弁当が売り切れてたっていうのは。で、何も食べずに帰ってきて、今イロハス飲んでるってところですよね。というところでね、うん、全国的に夏に向かうんじゃないかなと思います。そしてね、私の身長について質問が来てますね。私は身長が180センチでございます。体重は現在85キロかな、うん、包み隠さず85キロでございます。やっぱり80キロ切るぐらいがね、私理想なんですけどね。で、好きな歌手アーティストなんですけども、これね、マイケル・ジャクソンなんですよね。あのケツメイシさんも私ね、好きでカラオケで何曲か歌うんですけども、でもやっぱりね、歌えないけどマイケル・ジャクソンね。これは中学の頃に出会ってね、ずっと私の音楽とかマインドの中央を貫いてるかなと思います。ダンスは全然ダメなんですけども、いい声してるなと思ったりね、歌詞に酔いしれたりとかね、マイケル・ジャクソンすごいなと思いましたね。あ、その後はね、イングベイ・マラスティーとかね、あのライジング・フォースっていうちょっと言いにくい名前ですけども、ギタリストのイングウェイってやつですね。それからあとメガデスっていうね、インテレクチュアルスラッシュメタルという、この辺が中学から高校にかけてかなり熱を入れましたね。で、大学の時はコピーバンドをして、まあ、メガデスとね、メタリカ、あの辺をやってたかなと。洋楽が結構多かったですね。それから今はクラシックをよく聞きます。やっぱり洋楽好きってね、クラシック好きになっちゃうんですよ。洋楽っていうかヘビーメタル好きってね、クラシック好きになるみたいなんですけども、私もその手でですね、銀河英雄伝説の BGM を中心に聞いてますね。銀河英雄伝説っていうアニメのよくバックグラウンドに、ボレロをはじめとしてね、様々なクラシックかかってるんですけども、まあ、それが好きですね。あとグリーグですね、ペールギュント、これも小学校の時に音楽の授業で聞いて以来ずっとね、私の心にあって、まあ、まだまだ言えばキリがないんですけど、アマデウスとかもね、映画も込みで好きなんですけども、まあ、今は、民謡をやってるんで、民謡を聞いたり歌ったりしますね。これは趣味というよりも、まあそうですね、後継ぎなんでね、2代目なんでね、もうこれからのライフワークになると思います。もちろん、すごく気に入ってますけどね。はい、3はコロナ禍で難しいと思います。今年は名古屋に来る予定ありますか？今のところね、旅の予定はないんですよ。どこにも行く予定はないんですよ。まあ、突発的に行くのが岡山あたりですかね。あとはそうですね、名古屋は行ってみたいなと思うだけで、まだ何の見通しも立ってないです。まあ、うちのね、大和くんがどのぐらい私がいなくても大丈夫かなっていうことと、まあ、私がね、一緒にいたいところもありますけど。お、電話かかってきちゃった。なんでだろう。ちょっと失礼しますね。はい、ちょっとね、電話がかかってきたんですけども、なんか世論調査でした。今ね、お答えしてすかさず録画ボタンを押したんですよ。ですんで、ちょっとね、他動画で見れると思いますので、この動画概要欄にね、いきなり来た世論調査に答えてみたリアルタイムをお付けしておきますので、ご覧いただければと思います。ということでね、ちょっと旅はね、今回ね、名古屋に行きたいなと思ってるぐらいなんですよ。名古屋はね、他にもお会いしたい方がいて、速稼塾の塾生さんで、いろいろ思うところがありますね。まあ、私的にはね、今回の感染症騒動は、まあ、茶番に過ぎないなと思ってるんですよ。危険度は極めて低いと思います。ただ世間の雰囲気を大切にして、私もビビってるふりはします。感染対策も誰よりもびっちりします。でも心の中では、こんなね、マスコミのプロパガンダとどうってことはない、厚生労働省の職員さんも宴会してもう大丈夫ですよみたいなことをね、やってるわけじゃないですか、ね、口ではね、すいませんでしたって言ってるけど、心の底で笑ってるのは厚生労働省の職員さんですよ。こんなコロナに踊らされて、国民みんなバカだねみたいな感じでね、飲み会やってたと思います。まあ、ですんでね、私もね、この新型コロナウイルス、
なんかその検査にもものすごく後ろ向きで、どうもねやらせっぽいんで嫌なんですけどね。まあでもね、多くの国民は危ないと判断してるんで、私も右に習いでそういうふうなふりをすることにしますね。ということで旅はね、なかなか派手にいかないような感じです。やっぱりね、個人的な感情と社会的規範との間で揺れているところがありますね、まだね。ということで、ご安全にいってらっしゃい。